もともとあれなんですね、このモダン神決定戦で確か市川選手を神の座から引きずり落としたのが松田選手だったような記憶があるようなないような、はい、ちょっとその辺すいません詳細は忘れてしまいましたが、お互い元モダン神、モダン神はこのスリーブを使いがちなんですかね。モダン神に大好評、大好評のモダン神も何色って言ったらいいか赤茶色と言ったらいいのか分かんないですけどね。さあちょっとついでにラインも分かるといいんですけどね、6勝ん、5勝1敗か、うん、違う足りてないわ、ね、6勝1敗か5勝2敗か、そうですね、ブレなかったですね今日は、一貫して関順は逆っていう、はい、貫いてましたね、うん、さあ先手後手はどちらになってるでしょうと。さあ市川選手は先ほどフィーチャーマッチでも1回登場されてますが、四孔吐きとあんこがいっぱい入った、うん、もう市川印のデルバーデッキです。さあ相対して松田さんはどんなデッキか、ダイス見づらいけどちっちゃいな、5だった気がします。5ですね、はい、10松田さんの先手。小豆色ですね。おお、松田さん本当に何でも使いますね。青赤デルバーかなと思いますが、はい、あの火力が多めのかなり前のめりな、デルバーの中で一番前のめりな、攻めっ気たっぷりのデルバー。そうですね、今日最後のラウンドは、はい、レガシーの4回戦目ですね。今日はモダン4回戦、レガシー4回戦と皆さんがこなしてきております。すごいですよね。富士州さんもその木原さんも言ってましたけど、そう倍もらってモダン2回戦飛ばせるのがめちゃめちゃでかいみたいな話してます。うん、あ、なるほどなるほど。あ、特にそうですね、やっぱレガシーが得意なプレイヤーっていうのは、はい、そのモダンが得意じゃなかった場合はその不得意なフォーマットを飛ばせるので、はい、権利を持ってる状態で予選を勝つと不戦勝がもらえるんですけど。さあ対する市川選手は7枚キープ。どうですか、基本的には青赤デルバーの方がちょっと相性いいと思いますけど。さあどうでしょう、土地2枚あり。そうですね、最近は危険因子結構入ってる印象ですね。おお。そうですね、ストーム果敢多めのリストで、はい、さあゲームスタート、うん、市川祐希さん対増田幸男さん、ザラストさん2018回戦お送りしていきます。さあ、うん、再生局出ればスタート。松田選手はあれなんですよ、手札が妨害手段ばっかりなんですよね。でクロックが全くないというあるあるな展開なんですが、どうしました。さあクロックか除去が引けるか、ここもターンを返す。さあここは返信ならず1点、はい、ここで支援をプレイします。いいですね、ちょっともう1枚土地が手札にあるかは見えませんでしたけど、これで相手のデイズをケアしながら、うん、ウエストランドで土地を割りつつと、まあ、狼狽ならしで打ち消されました。シアン松田選手どうですかね、ちょっと今のところもう本当にうん守りの呪文だらけですが、はい、シアンシアンという呪文貫き放送ビール。さあひっくり返して3点まあ、当然クリーチャーデッキ同士の対決ではあるので、もう今のところ市川選手が俄然有利ですね、はい、手札除去もいっぱいありますし、まあ、そもそもこのデルバーが止まらない時点で明確に有利です。さあフェッチ切ります。
さ、ちょっともうだいぶライフ差がついてしまって、松田選手の手札に本体火力みたいなものもないので、はい、今引きたいのはどちらかというとクリーチャーというよりか除去の方を引きたいですね。まずはデルバはちょっと一回処理してちょっと落ち着かせたいところですね。妨害スペルしか引いてないですね。ちょっとさあ受動的なものしかない状態、ライフは一気に12。こんだけライフ差がついてるとこからクリーチャーで押し返すのはもう並大抵のことじゃないので、まだ引かない様子ですかね。あーヤンパイ引いてる感じですかね。ヤンパイ型、ちょっと僕が思ってたよりはそんなに攻めっ気があるタイプではないかもしれない。火力は結構見えましたけどね、稲妻以外にもなんか火力がデッキに入ってるのは見えたような気がしましたが、ちょっとヤングパイロマンサーはもう全く嬉しくないですね。地上はそもそも間に合わないでしょうし、かなり打ち消されやすい。もう2マナ使うと、さあ若きグレン術師松田さんプレイします。デイズには挑戦しそうですけどね。スペルを相手に使わせるとしたらこのタイミングで使わせる方がトークン分お得なんで、一回着地してから攻防すると相手にトークンが生まれる分損しちゃうんで、何か呪文の応酬をするんだったらここが一番市川選手としては得がしやすい。さあ着地した後に稲妻当てていきます。そうですね、デイズの際に赤マナ浮かしておいたんで、はい、そのマナを使って今市川選手が稲妻キャスト、それに対してデイズで返し、はい、目くらましですね。今、松田選手がデイズをキャストしたんですけど、それに対して市川選手はフェッチを、まあ、スタックの順番を、さあこれでヤングパイロマンサー2枚目のデイズで守りに来ます。さあこれでエレメンタルトークン2体出ます。まあただ市川選手としてはまあ地上もただヤングパイロマンサーはさすがにちょっと無視しておくと危険なので、松田選手の手札はもう土地しかないのがバレてはいますが、だからこそヤングパイロマンサーを殺しておいた方が安全に見えますね。市川選手が逆転されるとしたらまずデルバーを殺されてから、その上で対戦相手のクロックで押し切られることなので、うん、まあ、こう相手のクロックを落としておけば自分が生き残るターンも長いですし、うん、ちょっと手札次第ですからね。手札がもう攻め攻めであれば、稲妻もう1枚見えたんですけど、そうですね、もう1枚ありました、ね、稲妻ブレインまでは見えたんですが、はい、もう1枚が稲妻手札に2枚もまだ2枚ありそうな感じします。2枚とも稲妻ですかね。赤い呪文は2枚ありそうな感じはしたんですけど、それだったら本体もありえるかもしれませんが、まあ、ただ稲妻2枚だったとしてもヤンパイ殺しといた方が安全に見えますね。うん、はい、稲妻で、はい、若きグレン術師、やっぱこれだけライフ差がついてると本当にもう逆転させないことが大事なんで、うん、もう優位を渡さないと。そうですね、相手のクロックを小さくしておけばそれだけ逆転まで時間が伸びるんで、うん、あー強い、はい、ブレインストーム最高でしたね。この2枚が思考破棄と思考囲いをトップに戻して、思考破棄でデルバを変身させつつ、いらない思考囲いを墓地に直接送り込んでドローと、うーん、ほぼ100点満点のブレインでした、ね、さあ悪魔的な、はい、これで足りましたね。これで1本目は見事市川選手取ったということです。さあ1本目は取りました。ちょっとレガシーやり慣れてないとよくあると思うんですけど、はい、スペルの応酬ってそんなになかなか他のフォーマットだとスペルがスタックに乗りまくるって状態がそんなにないと思うんですよ、はい、なのであの墓地にすぐ呪文を置いちゃうってよくあると多分皆さん思うんですけど、はい、あれはあんまり良くなくて、呪文はちゃんと解決するまでは盤面というかスタックに置いといた方が一応お互い分かりやすいので、
だからさっきのあのデイズ2枚の処理の時とか、そうそうですね、ああいう時はまだ解決してないスペルが何なのかっていうのを場に出しておいた方がお互い分かりやすいので、スタンダードだけど本当に特によく見られますけどね、あんまりそういうのがないので、そういうなんか盤面というかシチュエーションがそんなに多発はしないので。先ほどね、あれですよね、奇跡の時とかのあの先触れとかも、まあ、一応解決されてますけど、アップキープに忘れないようになんか真ん中に置いておいたりとか。あ、いや、それはダメです。あれは良くないんですね。ダメです。その辺はちょっと違う。レガシーより前のフォーマットは墓地の順番変えちゃダメとかあるんですよ。墓地の順番を参照するカードがあるんで、モダンはいいんですけど、モダンとスタンはいいんですけど、レガシーはその墓地の順番を変えちゃダメとか、まあ、そういうルールもあったりするんで、そういう例はあんまりよろしくないかと思うんですけど。でそこはまあちゃんと覚えといて、まあそうですね、ダイス乗っけと乗っけたりしてライブラリのトップに。2部名が姿かとかじゃん、精霊入ってるんですかね、最近話題の。どこでしたか、スターシティオープンだったか、2部名が1万12の2部名ガスの精霊っていう、インスタントソーサリー施策の取り状態で追放すると11簡単乗るっていう。そうですね、プラス1かけ2かな。 あそんな乗りますか。確か真ん中ラブニカのカードですよね、ラブニカの回帰。そうですね、一応マズダさんとしてはどうせデイズデイズってやるんだったら待った方が一応いいですね。そうすると、市川さんがメインフェーズで稲妻を打つことになるんで1マナ損する、うん、あ2個乗りますね。なのであのさっきのターン、市川さんがエンド前に稲妻はメインでブレインストームデイルバーってやったんですけど、本来だったらデイズにもう1マナ使ってるんで、メインフェーズで稲妻ブレインか、メインフェーズでブレインデルバーってやるしかなくなるんで、ヤンパイが最悪でも生き残ったりとか多少違いが出ました、ね、あレガシーチャレンジです、失礼しました。そのこの2部名がその精霊はストーム呪文と非常に相性が良くて、まあ、一番簡単なのがローバイの嵐、はい、ローバイの嵐ってのはちょっと余るんですよね。余る分を、そうこいつに食べさせるとなんと無駄なくエコ、ローバイ3枚だったと思います、そのレガシーチャレンジ優勝したやつは。地球に優しいんですね。優しいんです、もう全く無駄をすることなく科学力の結晶ですわ。ああそうかそうか、確かに失礼しました。確かに相手あれですね、1マナ損する可能性あるんですけど、確かにあそこで相手デイズあると結局その本来対象にしてた稲妻が通っちゃうか ら、うん、だから絶対間違いとも言えない、だから確実万全を期すなら、松田さんの手順が一番正しい。うん、さあ今8回戦です、1日目の最終ラウンド。8回戦1本目は市川選手が見事勝利しました。さあここのサイドプラン2人はどう取ってくるか、まあ、やっぱりウィルは大量に抜いてそうですよね。やっぱりウィルの枚数も先手後手で器用に変えるみたいな話を昔市川さんにしてもらったことがあって、ただただ感心しました。なるほどねー。いや僕その時市川さんと当たって負けた後に教えてもらったんですけど、はい、先に教えてほしかったなと。やる前に言ってもらえるみたいな。聞いとけばよかったなと。そんな都合のいい話です。僕は先手後手で枚数変えてるんですよ。おーなるほどなと思って。増田さんはまあ先手を取る。そうですね、はい、やっぱ基本的に出る場対出る場はもうテンポ重視なので、そうなんですよ、後手だとそのドロー1枚分多いから、あのちょっと枚数増やしたりとか、まあ、あの減らすは減らすんですけど、メインとサイド 後手先手で枚数を増減させたりと。
いやもうかなり昔なんで多分参考にならないと思いますけど、その時は後手の時が2枚先手は1とかだった気がしますね。はい、では2ゲーム目がスタートですさあ土地は1枚しかなさそうですけどね、試案があるので問題ないと。ただ相手のデッキに不毛の大地が入ってるんでこの辺が難しいんですよね。ここは島さあここでシアンをプレイ。さあ3枚見ます。さあどうですか、その3枚がちょっと見えませんでしたが、ボルカニックアイランドありそうに見えましたけどね、ちょっとそれ以降土地がないんで大丈夫かなって悩んでるんじゃないかと。あ、ボルカニックアイランドありました。しっかり1ターン目からデルバーが出てきます、さあまた先に仕掛けたのは市川さんですが、まあ、今回は松田さんもしっかり対応していけそうですけどね。はい、先ほど話題にも上がりました2部メイガスの精霊ああなるほど、これいろいろできますね。例えばここでもう一回マナを使って支援を唱えて相手がメクラマシを唱えてきたらじゃあスタックでパクとか、そういうのもできちゃう。さあ思考波形をプレイします。あれですね、多分デルバラのオール解決後ですよね。トップがいらないカードだったんでここで。さあここでローバイならし、ああこれなるほど、非常に便利です。本当にエコですね。そのストームが解決した後に相手が打ち消されましたって言った後にスタックに残ってるやつを全部食べるとすごく安全に解決できるんで、だから松田さん手順としては待った方がいいと思うんですよ。あのコピーがストームが解決した後の方がいい。あ、なるほど、そう、ただ打ち消す気もなかった。確かこれでもうパワー5ですもんね、5、6暗黒5へ。そうですね、僕が市川さんに教えてもらったのはまだ巡航が使えた頃です。だからめっちゃ昔ですね、3、4年前。ただその環境が変わってもそういう基本ってあんま変わらないと思うんで、先手後手でウィルの枚数を変えるとかっていう基本中の基本っていうのはそんなに変わらない気がするので、いやすごいですね、これはもう先に殴り始めるとなかなか。さあエコに殴りに行きます。市川さんライフ15、松田さんの方が減ってしまいましたが、デルバー効果。さあ殴りに行って15対18。さあここでヤングパイロマンサーをプレイして、さあ作白。さあただこのヤングパイロマンサーが通ったのはかなり嬉しいですね。ニューメイガスの初戦は血を這うクリーチャーなので、トークンのチャンプブロックの前にはなすすべがないので、はい、じゃあ打ち消されるのは食べますせということで、うん、いやすごいですね。相手がカウンター呪文を打ってきたらじゃあ対応して、はい、その呪文をニューメイガスの能力に当てますと。78なんですか、78って。まあ、ただ市川選手はここから呪文が続けば、あとはエレメンタルでピッピ、そうですね、そう止めることができるので、呪文さえ続けば難なくしのげそうです。
結局点の攻撃はヤングパイロマンサーの前には弱いので、うん、若きグレンジス氏がさあキックマッチとなるかどうかですね。やっぱりあのクリちゃんも強いですよね。うん、またモデルバーがひっくり返って飛行でも、そうですね、一方的にダメージを刻めるようになれば、はい、市川選手のペースになると。ありがとうございます。78は78ってことだよって教えてくれました、ありがとうございます。サポーデルバーをプレイします。さあ帰った帰った。おしかもこれはこれエディクト、そうですね、すべてがうまくいくと、うん、もう行きそうですね。さあ稲妻落とし、さあエレメンタルもさあ誘発、うん、さあやられましたのでエレメンタル出ましたよ。そこまで無理する必要があるかどうか、ちょっと手札の他の呪文との兼ね合いになりそうですけどね。もう今ちらっと見えたんですけど、はい、市川選手このターンさらにクリーチャーを2体追加できるんじゃないかと。今 場に土地が2枚、墓地にカードが5枚でフェッチランドなんで、このターンデルバーアンコって動く方が強そう。もう本当にヤングパイロマンサーがいる限り地上のクリーチャーって刺して大きな脅威ではないので、もう逆に市川選手のクロックを増大させて相手が殴れない状態にした方が守るのも楽っていう。今松田選手が毎ターン殴ってるから1体ずつトークンが減ってますけど、まあ、しかし守りに行きましたね。守りに、まあ、攻めは最大の防御といったように攻勢に出てアタックさせないという手段もあると。そうですね、まあ、ただこのエディクトはちょっとリスクというか、まあ、あの消された場合に多少しんどくはありますけど、まあ、失敗した場合でも今チャンプブロッカー2体いますし、全然まだまだ市川選手が有利な感じでしたけど、まあ、打ち消されたとてという形ですね、うん、ただもうこれが通ったことによって一気に後期と。さあブレインストームをプレイしに行きます、うん、さあブレインストーム土地オンデイズですね。まあやっぱりこれぐらいクリーチャーの数に差がついてしまうと逆転は難しいですよね。ちょっと色的に盤面のクリーチャーを一気に対処できるとなるとかなり枚数が限られているので、イゼットの静電術師とか、はい、そうですね、さっきのターンはちょっとクリーチャー2体でも安そうに見えたんで、その選択は難しいところですけど、さあ一旦島でかとなりましたが、ここはブルカニックアイランドに変更します。さあこちらも増田さん、若きグレンジス氏を戦場に送り込む。もう基本的にデルバーのデッキ自体もそうなんですけど、はい、ヤングパイロマンサーというカードももう遠くに差がついた状態から巻き返すのはかなり難しいんで、うん、特にライフ差もあるとそれがより顕著ですよ。もう市川さんとしてはもう相打ちでもいいぜと。はい、アンコが出てきましたよ。探査呪文で墓地からカード追放し、それをマナに当てました。7点、残りライフ5、あ、4ですね。さあウエストランドでボルカニックアイランド割り追加の秘密を掘り下げるもの、怒涛のラッシュですね、これはクリーチャー差が、さあイゼットの静電術師があるか、もうデルバーが止まらないと苦しいですね。1体は一応パイロで対処できるんですけど、ギリギリですね。いや、アンコは戦闘後の方が僕は安全に見えましたけどね。なんだろうな、一応戦闘前に出すとパッと見ですけど、市川選手が打ち消された時にトークンが1体出て
ヤンパイ自身が殴りづらいとか、そういう風には見えましたけど。どっちにしろデイズがあったらもう松田選手打つしかないですしね、はい、しかもデイズはダメかまだ起きてる。なんだろうな、一回攻撃しようとやめてたん、やめ、そうです、一回戻ってましたもんね、攻撃しようとしてその前に出してたんで何かをケアしたんだと思うんですけど、なんだろうな。さあここがラストターンになるか。いや、ライフ差があるんでセバスさんはあの状態、仮にアンコが通らなかったとしても全般したと思います。あ、まあ、通らなかった場合はあのトークンが出てくるんで殴らないクリーチャー出てきますけど。さあ、まあデルバーが1体死ぬことは前提の上でどう殴るか。デルバーが1体死ぬイコールトークンがもう1体出てくるんで、ここはヤンパイはいかない方が、地上のブロッカーが3体で123123、うん、ヤンパイはいかない方が安全に見えますね。お、出しかし、さあ行きました、全軍攻撃と。あ、そうか、ヤンパイが行くとあれか、相手のヤンパイを止めなきゃいけないのか。うん、あ、確かにこっちの方が絶対いいですね。これで松田選手、はい、これ以外に手がなかった場合は、あのヤングパイロマスター自身がブロックに行かなきゃいけないんで、さあここはブレインストームを対応して、これ松田選手としては嬉しいですね。これでもう1体出てきたんでブロッカーが1体増えて、うん、ヤングパイロマンサーが最悪ブロックいかなくても多分これで足りるようになったと思います。これで1残るかな。でもそれでも結局ブロックにはいきましたね。こう、うん、ヤンパイいかない方が良さそうですけどね、ブロックに。なんかセバスさんのヤンパイを奪い取ったような気がしましたけど、吸収しちゃってた。吸収しますよね、あれ。スリーブが一緒なんで多分気づいてないんですけど。はい。ああ、ちょっとジャッジちょっと気づきそう。あ、なんか今指摘入ってそうです。ヤンパイが。ああ、大丈夫ですね。よかったです。ヤンパイが多分混ざっちゃってるんで。はい、これまたスリーブが一緒です。そうです。気づきようがない。もうエキスパンションとかで判明させるしかない。はい、ということで見事市川優輝選手が2本連取で第8回戦見事勝利しました。